今日は若い同業者が、えっと、今書いているジャンルが衰退してきているんだけどもどうしたらいいんだろうこの先っていうような話をしていたのをまあちょっと小耳に挟んだもんだからそんな話をしていこうかなと、えー、ジャンルの栄光性質ってもう本当にあるよねっていうようなまあそんな話をしていこうかなと思います。 この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや、読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ まあ、イントロで話をした通りまあ長いことやってると小説のいろんなジャンルの栄光清水栄えー、たり衰えたりっていうのを、まあ、よく見ていく見てるよね。でまあそんな中で感じるのっていうのはまあ一つのパターンがあるよなっていうことがあります。そのやっぱりジャンルの栄光精髄 えっと、タイトルにもつけましたけどジャンルのエコ盛スって田舎のお花見列車とすごくよく似てるよねっていうことはあります。えっとあのね岐阜の僕の住んでるあたりにはそのネオの薄墨桜っていうそういうそのまあまああの ままあまあ知知らられれたっていうかか本当に知られてるのかな宇野千代という小説家が昔書いた作品でその1,000年ぐらい寿命のある薄澄みの桜っていうのがこっちの方にあるんだ。でそこって普段はくっそどいながらなのでその一両だけの第三セクターの タルミ鉄道っていうその,であの電車というよりは電車じゃないな機動車だよ一両だけのジーゼルカーがトコ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 走っていくっていうふうなんだけどその花見の季節の時だけ年に一度ねねあのもうソメイヨシノと違って割り方は花が持つみたいで一月ぐらいさ一か月ぐらい咲いてるのかな。 ただ何せ、うん、普段、えー、わざわざそんなとこってまああっちの避暑地っていうか、まあ、子供の水遊びみたいなキャンプ場が昔からあるのでね、まあ、キャンプ夏場の夏休みの子供のキャンプで行くっていうことがちょこっとあるかなっていうぐらいであとはもう基本 何もないとこなのでうんでその普段はその第三セクターの鉄道が通ってるという通りガラガラなんだよただその花見の季節だけはもう人が満杯ですねでこう 流行ってる小説の流行っていうのはもう結構それに近いもんあるよねっていうことは思います。具体的にどのジャンルがっていうと差し障りがあるのでまあ一つだけ言えるのはさ純文学それだよねっていう純文学は345年前もう我々僕がデビューした当時ですらもうあのペイできないって言われてたんだけど。 でいつ消えるんだろう,って思う?」というふうだったんだけども純文学の純文学雑誌っていうのはあまだあ消えずに残ってるからねええー、消えたのは開演だけかなあ純文学の雑誌ってねええー あれはその何十年も昔から文化事業という形でずっと続いているよねっていうでまあそのほかにもパッと開いてパッと消えたブームのジャンルって結構いっぱいあるあれとかあれとかこれとかこれとかねでもパッと消えたジャンルでもでも「えあの人まだ書いてるんだ」っていうそのそのジャンルのスタートラインを切った人 タイプの人っていうのはまだ残ってるんだよね。ねこれが田舎の、うん、花火電車とどう共通するかっていうと、そのまずそのこうその電車が流行ってるからその電車に乗っているのではなくて。 もともとその電車に乗っている人もともとそのジャンルを書いてた人っていうのは初めからそこにいるうんでこうどうもあそこが流行ってあのジャンルがどうも人気があるらしいっていうともう後から後から人が乗ってくるそして満員電車になる、えー、だけどその季節が過ぎて じゃあっていうことで最初にこう満員電車から押し出されるのっていうのは後から乗ってきた人なんだよね。でその結構そのジャンルに関してじゃあそのどうしようかっていうふうにうろたえてる人っていうのは基本その流行った てじゃあそれがまたまたまたってよかったねっていうケースっていうまあそういうことって結構多いです。ででまあじゃあ次に流行ってるジャンルをどっか探そうっていうふ、えー、うに、えー、やっていくんだけどまあそ,そうだねそういう器用な人は。 そのいや「君は結局何が描きたいの?」っていうことにまあまあそういう話になっちゃうんだけどもう結局のところその周りの風に合わせて自分の描きたいものを見失ってるっていうこと結構あります。でまああのー、根本的な話としてこの。 小説の仕事というのはそんなに儲かるものではないので,でマーケット自体も,も決して大きくない映像にの世界だとかに比べると一桁も二桁も小さなマーケットなので、えー、動くお金はちっちゃいしね、えー、だからまあ本当にその田舎の花見電車ぐらいの。 キャッパしかないのでだから後から乗る人よりもその自分はその結局何書きたいのかっていうことをやっぱ忘れちゃうんだよなっていうことはまあ何でも書けるタイプの人を見るとそういうことは思います。うん、ええー、その、うん、流行のジャンル うーというかそのジャンルが衰退していることと自分が衰退していることを間違えないようにしようねっていうことはあそこを気をつけないとねということはあよく思います、えー。好きなものを書,き書いてそれがあ当たるまで、えー、待って書き続けるって結構大事だったりします。 えーと「ゲゲゲの鬼太郎」を書いた水木しげるの,あの極貧生活っていうのはね、えー、時々いろいろエッセイなんかで読み返してみる,見ると面白いんだけど、えー、と水木しげるがその水木しげるにもあんな極貧生活があったんだっていうよりもそんなごあの極貧生活でも、えー、税務署が。 こん,なあこんな生活費で生きてきいけるわけがないって言って税務署から査察を受けるぐらい、えー、大変だった収入の時でもでも書き続けたからこそ水木しげるになったっていうことだからねそこら辺のところ間違えちゃいかないやよねっていうことは思います。やっっぱり自分はあの何がしたいいのかっていう あとは自分にしか書けないものって何っていうこといやあの問い,問い続けることって結局一番大事だよねっていうことではあります、えー、YouTube から「スーパーサンクス」という投げ銭ができるようになりました YouTube を聴いている方で面白いなと思ったら「あースーパーサンクス」をクリックして投げ銭してください、えー、鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています リモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩賞や横溝正製賞大龍の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込み受付は随時24時間受け付けてます概要欄からアクセスするとクリックすると受,受付できますからこの番組は YouTube、ラジスポーティファイアマゾンミュージックなどのポッッドキャストトプラットフォームでも配信しています、えー、そうそうあとこの番組はあその「なぜあなたは小説家を目指すのか」とか「今さら聞けない小説の疑問」といったテーマのお便りも募集していますので、えー、概要欄からよろしく。というところで小説家鈴木喜一郎の「小説講座放課後ラジオ」そんなところでではではでは。